どうも、ちぬこチャンネルです。今回はサーフで大型回遊魚を狙います。ベイトの群れが接岸していればきっとチャンスはあるはず。2年越しの挑戦、果たしてその結果は。はい、サーフにやってきました。今のシーズンね、どうしても釣りたいあの魚を狙います。いや、すごい波だな。昨日少しね、夜中に雨が降ったんですけど、めちゃくちゃ、波が高いです。はい、10号の中通しおもり、そしてその下にですね、泳がせ釣り用の針がついてます。まあ、ヒラメとかね、そういうの狙う時にも使うやつですね。餌は生き味。まあ、ベイトはね、トウゴロウイワシがメインだと思うんですけど、まあ、アジはね、ちょっと大きいから目立つんじゃないかと思います。よいしょ。はい、こんな感じで。よし、ルアーもいくつか持ってきました。この日のために買い足したルアーが2つ、ヘビーショットとモンスターショットです。色はベイトに合わせたイワシカラーとクリアカラー。この2つで釣れると一番嬉しいんだけど、まあ、他にもいろんなルアーあるので、とりあえず状況に合わせていろいろ使っていきたいと思います。引っかかったこれ。あー、びっくりした。あまりゆっくり巻くと結構底が浅いみたいで引っかかっちゃうな。ちょっと早めに巻くか。よし、いけ、モンスターショット。あんまりね、波際に寄ることができないので、まあ、結構ね、波がありますからね。なので、離れた安全なとこから投げてます。もう少し重いジグとか持ってきたらもっと飛距離出て今日は良かったかもしれないですね。なんだこれは、来てんのか。ほ、ん、なんだ、引っかかってた。なんだろう。引っかかってる。引っかかってますね、これは。引っかかってる。抜けた。よし。ああ、仕掛けロストだ。あ、ロストしてない。寄ってただけか。はい。なんだこれ。なんか拾った。誰の何？ダイワだ、ダイワ。ちょっと古いルアーですけど、全然使えそうだ。なんて書いてあるんだろう、これ読めない。あ、なんか波収まってきたな。なんとか1匹でいいから釣りたい。いや、昨年もね、私これ挑戦してるんですけど、もう全然青物って釣れないんですよね。
今ねもうだいぶ近くまで青物寄ってきてるってみんな釣ってるんですけど、私全然釣れないの、すごく苦手で、なんで今年は絶対1匹取りたいんですよね。やっぱり戻そう、やっぱりモンスターショットかヘビーショットで釣りたいわ。近くの釣り人が青物釣ってました。がぜんやる気になってきたぞ。とにかく投げて巻くのみです。私がルアーを投げ込んだら小魚がピョンって跳ねました。結構ねベイトはいるみたい。チャンス。しました。よし測ってみます。よし、ありがとう。何センチある？いって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 ぬー、はい65。やったやったやった、やりました。やっと1匹釣ることができました。嬉しい。もうイカダで釣るのとはねまた違った嬉しさがありますね。いやルアーで釣ることができたのは初めてだったのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。ただいまー、すーちゃん今日はすごいんだよ。すーちゃん、すーちゃんの倍ぐらいある魚釣ってきたんだよよし、今回の戦利品は
はい、ブリの幼魚、ワラサです。大きい。こちらはね、65センチなのでワラサもしくはメジロとも言いますね。80センチを超えるとブリになります。冬がちょうど旬の魚で、小魚を追って接岸してくるので、サーフや堤防でも釣ることができます。今回ベイトがね、トウゴロイワシという小さな魚で、お腹を開いたらもう大量に入ってました。たくさん食べて脂肪を体に蓄えるので、味にも期待できますね。サーフで釣ったのも初めてだ、ルアーで釣ったのも初めてです。めちゃくちゃ嬉しかったです。最高、ありがとう。まずは鱗を取っていきますね。エラと内臓を取って3日間ほど熟成させてあります。身に油が回って美味しくなりますね。頭を落としていきます。骨と骨のつなぎ目を狙います。そうすると、はい、こうやってができます。やっぱり天然物なので、少し身が赤いですね。養殖は真っ白なんでね。釜ももったいないので、よいしょ、切って、うわー、めっちゃ美味しそう。もうこれはお家で美味しくいただきます。やった、大根と一緒にタコそしたら3枚におろす。よいしょ。ちょっとミミズのようなね、線虫という寄生虫がいます。これは結構青物にいることが多いので、綺麗に取り除きます。腹骨をすき取ります。うおお、脂乗ってる。背と腹に分けていきます。まあ、正直一人で食べるんで半身しか食べれないかな。よいしょ。肉厚でプリプリの身ですね。おいしそう。背側は皮付きのまま切ります。そしたらここに、はい、私の大好きなタレですね、トムラのタレ。もう何回もリピートしてるんですけど、残りもすごい少ないの。これをかけちゃいます。おー20分ぐらい漬けておきます。袋の中に片栗粉を入れて、漬けておいたお魚入れてまぶします。熱した油の中に入れていきます。おお、いいね、美味しそう。生でも食べられるぐらい新鮮なので、外側だけカリッと揚げて、あとは余熱で火を通します。よし、と、はい、マヨネーズ、ポン酢、唐辛子、タレを添えて、できました。ワラサの竜田揚げ完成です。焼肉のタレを使って簡単に仕上げました。熱いうちに早速いただきます。めちゃくちゃいい匂いしてる。あっ、うん、あ、おいしい。この断面がね、すごくみずみずしいのが分かりますかね。これめちゃくちゃジューシー。噛めば噛むほど身から油が染み出てくる感じ。うん、うーん、熱いうまい、めっちゃ美味しい。やっぱり腹側の身よりも背側の身を唐揚げにする方が食感が良くって美味しいです。もうちょっと油乗り悪いかなと思ったんですけど、全然そんなことない。めっちゃくちゃジューシー。噛むと水分が溢れてくる感じ。特製マヨポンダレにたっぷりつけて、うん、最高。はい、私の特別いいことがあった日のビール、猫2匹、伊勢を代表する伊勢門さんのビールです。この猫2匹はですね、かなり高級ビールなので、いつもは飲めないんだけど、今日はサーフ青物記念日なので飲んじゃいます。もう革命起きるぐらい美味しいんですよ。私も久々飲みます。それでは乾杯。うん、美味しい。麦のね、甘い香りもしますね。これは後味も最高です。うん、幸せ続いての料理は、はい、皮を剥いていきます。慎重かつ丁寧に。よっしゃー、おー、一発でいけた。こんな感じですね。贅沢に切っていきます。スッスッスッ、よし、こんなもんかな。お鍋の中に酒、みりん、醤油を入れて、火にかけてアルコールを飛ばす。
冷ましておきます。袋にねお刺身入れまして、冷ましておいたタレ、いやすりごま揉んでおきます。うわすでにめっちゃ美味しそうだ。大葉、生姜、みょうが、うわこれは悪くなってますね。外側の食べれそうなとこだけ使おう。そんなこともあるよね。よくあるよくある、こういうことね。ご飯がうわうえ寿司酢を加えて切るように混ぜて、ここに酢飯を入れまして、刻み海苔、青じそ、生姜、みょうが、こうおい、残ったごまだれをかけて、できました。わらさのごまだれ丼完成です。お腹側の脂の乗ったお刺身をたっぷり使いました。ごまだれと酢飯に合うんでしょうか。余った身をですね、食べやすい大きさに切って、ネギ、水菜、白菜、葉っぱのところが好きなのでこっち多めでね、人参、さっオッケー。残りも切って食べますよ。大根おろします。せのは、大根おろし、はい、寄せ鍋の素ですね。わこれ便利だな3つ入れて野菜を入れていきます。豆腐とキノコ、お魚入れて火にかけます。よし火が通ってきたら、うわ美味しそすぎ。大根おろしをどっさりできました。あったかみぞれ鍋完成です。お醤油ベースのつゆにお野菜たっぷり、わらさも入れて、大根おろしでさっぱり仕上げました。つつおやつあげよっか。今日のすーちゃんのおやつ、こらこら見えない見えない、はい、味わいマグロの極薄作り、どうぞあ食べた、いい匂いしますね、ジャーキーのようなお好きだね。こうペラペラのシートになってるんで、ちょっとずつ揚げれるのはいいね。もう最後の一個よ、はい、おしまいですはい出来上がりました。おいしそう。お鍋温め直してる間に2本目いっちゃおうかなその名も猫しか信じられない。すーちゃん、私もすーちゃんしか信じられないってことね。ほらすーちゃん猫しか信じられないだよ。今日はもう、うん、祭りだ猫ちゃんビール第2弾、すごく濁ったビールだけどいい匂いする。あ、フルーティーいい香りちょっとこらこら。それでは本日2度目の乾杯。ああ、また全然違う。ガツンと小麦の濃厚な味がします。お鍋からいきますかね。シンプルなお醤油ベースのつゆだから、素材の味がしっかり出てると思うんだよね。いきなりメインのお魚いっちゃおう。熱そういただきます。温まる、うん、大根おろしさっぱりしてていい、うん、うん、わらさの切り身もねすっごく美味しいし、いい出汁にもなってます。うん、うん、やっぱ寒くなってきたらこれですね。うん、あ、おいしい。水菜とキノコのシャキシャキ感もいいですねすーちゃんが待ちきれないみたいなんで、チュールをあげようかな。すーちゃんはねアレルギー持ちなんでね、私が釣ってきた魚をこうあげるとね、目が痒くなっちゃったりする時があるんで、目が痒くなっちゃうとかわいそうなんでね、ぐちゅぐちゅになっちゃうから。さあそしたらはい、丼の方に行きたいと思います。脂乗ってるー
すぐご飯。うん、これは美味しい。口の中に油の甘みが広がる。ごまがすっごくいい香り。本当に生臭さもゼロ。旨味と甘みがあってめちゃくちゃ美味しいですこれ。最高。しっかり熟成させたことによってまったりした食感になってますね。そして酢飯が進む。最高。はい、ごちそうさまでした。今回はサーフでの青物釣り、去年は何回通っても釣れなかったので今年やっと釣り上げることができてめちゃくちゃ嬉しかったです。今回は65センチのワラサでそれも十分嬉しかったんですけれども、次回は80センチ以上のブリを釣り上げたいと思います。サーフでは今の時期他にもサワラが釣れたりするそうです。歯の鋭いやつで、ね、よく言えばそれも釣り上げたいと思います。欲だらけ。この冬も大物目指して釣り場に通いたいです。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。自分で釣った魚食べてみたいな、美味しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。すーちゃんにマグロちゃん、あ、どうした、すーちゃんなら簡単に釣れるのに。